秋の籠魚ウオキンの店は北八丁堀の貸しにあった二丁目と向き合った角で東と南の両方から出入りができたウオキンは一膳飯と居酒を兼ねた縄のれんであるが造作もちょっと気取っているし いつも掃除が行き届いていて、さっぱりとした洒落た感じの店であった。板場の方は主人の金助が受け持ち、店は娘のお梅が二人の子女を使ってやっていた。金助は四十五であった。彼は元深川で魚屋をしていたが、お梅が八つになった時、女房に死なれ、 まもなくこっちへ移ってきて、この商売を始めた。がっちりと、骨太に肥えた、あから顔の不愛想な、そしてひどく口の重い男であるが、気のいい、情に脆い性分であった。俺は儲けるのは二の次だ、と、金助は言っていた。飯屋などへ来る客は、独身の者が多い。 だから家庭的なものに飢えている。うまいに越したことはないが、親身な家庭的なものが食べたいだろうし、家庭的な気分が欲しいものだ。この魚金はそういう店にするんだ。誰でも考えることかもしれない。が、金助はそれを実行し、その気構えをいつまでも忘れなかった。娘も父親によく似た性分であるが、 八つの年から片親で、おまけにこういう商売柄、女の子だけに早くから混せていた。顔立ちも体つきもキリッとしていた。背丈は五尺そこそこで、まず小さい方であるが、胸や腰のあたりにまだ硬そうでいながら、十八という年の柔軟さと、におやかな色気が溢れていた。 色の白い、きめの細かな肌で、おもながの顔に、目が大きく、眉毛がやや尻下がりであった。左の唇の下にほくろがあって、客に向かってそれを教えながら。これ、食いたしんぼのほくろよ。私をお嫁にする人は、私に食わせることで追われるんですって。気の毒みたいだわ。 というのが口癖であった。店の土間には五人ずつ並べる半台が四つ。座って飲むための四畳半の小座敷が一つあった。二方の壁には品書きなどはなく、片方に桜井秀山の山水。片方に諸信の肉筆の風俗画が掛けてある。秀山はその頃流行りの画家であり。 モロノブの肉筆は欲後の美人で、無論どちらも指して高価な品ではないが、そんな店には似合わない飾り付けであった。二人の子女、お染とおヨノは同い年の十五であった。おソメの方が器量が良かった。おヨノは本当の名は千代野というのであるが、それを嫌って自分から 世のと呼ぶことに決めた。つまりその方が上品に聞こえるというわけで、当人自身も客たちはダボハゼと言っていたが、常にできるだけ上品に振る舞おうと努めていた。ウオキンは朝5時から夜10時まで店を開けていた。最も客の立て込むのは食事時と酔いから後のことで、 その他は暇だから、小女たちは随時に体を休めることができた。大梅もちゃんと身じまいをするのは夕方からで、それまでは髪もなでつけたままだし、わざと作らない身なりで客の給仕をした。それは食事だけの客には飾らないのが本当だ、と金助が主張するからであった。二百二十日も過ぎて、 にわかに秋めいてきた、ある朝。人当たり客が来て去った後のことだが、顔色のさえない若者が一人、ぬっと入ってきた。彼は島の人へに三尺を占め、懐出をしていた。あら、いらっしゃい、中さん。お一人お梅がにっと笑いかけた。バカに早いじゃないの。六さんはどうなすって 一本つけてくれ。若者は言った。娘の方は見もしなかった。懐でのまま反対へ肘をついて、むっと膨れた顔をしていた。青梅は不審そうな目をした。調べるような目で、横から若者の表情を伺って、そして言った。また喧嘩をしたのね。 朝っぱらから酒だなんて決まってるわ。酒をつけてくれってんだ。若者はそっぽを見たまま言った。娘は何か言い返そうとした。けれども右手で誰かを呼ぶような身振りをし、しょうがないとでも言うように、のれん口から板場へ入っていった。二人の子女は奥で朝食を食べていた。 店には他に客はなく、吹き込んだ半台に外からの光が映って、冷たそうに光っていた。若者は顔を歪めて、舌打ちをした。それから口の中で低く呟いた。し、尺に触る、強情な野郎だ。娘が禅を運んできた。お魚がないんだけど、 何かこしらえましょうか若者は黙っていた。かきたまはお好きだったわね。かきに乗りかかでも作りましょうか。いらねえよ、そんなもの。若者は禅の上からとっくりを取った。どなることはないでしょう。大梅は悲しそうな目つきをした。自分たち同士で喧嘩をして、私にとばっちりをくれることはないわ。私何も知りゃしないじゃないの。 どなったわけじゃねえ。若者は手弱で四五杯続けざまにあおった。おっといてくれってんだよ。あんたたち、どうしてそう喧嘩をするんでしょう。いっそ別々になっちまえばいいんだわ。娘は板場へ入っていった。金助は今しがた買い出しに出かけた後だった。青梅は鰹節をかき、海苔を炙って揉み。 その二つを混ぜて醤油をかけた。いわゆる、のりかかであろう。それから、小鍋でだし汁を沸かしながら、ネギを刻み、卵の白身をワに溶いて、かきたまを作った。以上のことを手まめにやりながら、青梅は若者に向かって言い続けた。四年も五年も一緒に稼ぐし、寝起きから何から一緒にしていて、 普段は実の兄弟よりも仲がいいくせに、いつもつまらないことですぐ喧嘩をするのね。あんたもあんただけれど。大梅は店の方へ来ながら言った。大体、六さんが悪いわ。あんたの性分をわかっているのに、ちっとも親食しないんだもの。あの人には譲るってことができないんだから。うるせえ。余計なことを言うな。若者が大梅を睨みつけた。六四は俺の友達だ。 俺の友達のことを悪く言うつもりか。何も私悪くなんか、私ただ。六月はいい人間なんだ。若者は腕を取りながら言った。おめえなんぞ知ったこっちゃねえ。お梅の目に涙が溢れてきた。お梅は黙って板場の方へ去った。それは愛する者に過げなくされた娘の悲しくやるすなげな姿に似ていた。 そういう情愛がかなりあらわに感じられた。若者は酒を二本飲み、飯を食べて帰った。大梅はしまいまで休時をしたが、一言も口を聞かなかった。そして若者が立ち去ると、後からそっと往来へ出て、後ろ姿を見送った。若者は気の抜けたような歩きぶりで、壇上橋の手前を右へ。 越中堀りに沿って曲がっていった。大梅が店の中へ戻ると、待っていたようにまた一人の若者が入ってきた。武将髭の伸びたたくましい顔で、体もたくましく肥えていた。彼は島の人へに平ぐけを締め、裾の片方をはしょり、肩に手ぬぐいを引っ掛けていた。おはよう。と、彼は大梅に行った。 すまないが、酒をつけてくれないか。いらっしゃい。今、中さんが帰ったとこよ。大梅は元気そうに微笑した。また二人で喧嘩したんでしょう。中さんたらいきなり人を怒鳴りつけたりして、私がさも悪いみたいにケンツくを食わすんだもの。あの人すっかり行けなくなったわ。まるっきりせんのようじゃなくなったわ。もう少しで私。すまないが、やめてくれないか。 彼は穏やかに遮った。中地は俺の友達だからな。俺の前で、友達のことを悪く言うのはよしてもらいたいんだ。大梅はきっと唇を噛んだ。それから両手を握りしめて、ゆっくりと板場の方へ行きながら、歯と歯の間で呟いた。いつもこれなんだから、いい面の皮だわ。 六助と中地は棒組の籠屋であった。彼らは南八丁堀二丁目の余兵棚という裏長屋に住んでいた。六助は肥えていた。年は二十七であるが、うっかりすると四十ぐらいに見えた。肩太りで毛深くて、油性で太い眉毛や大きな目や鼻の周りにいつも油を浮かせていた。 唇は厚いが、両端が引き締まっていて、形はかなり良かった。北八丁堀の魚金の梅などは、六さんの唇を見てると吸い付きたくなる、というぐらいであった。もっともそれは六助を照れさせ、同時に中路の都心をそそるのが目的らしいが、彼の顔はひげだらけであった。 顔の下半分が黒くて硬い毛に埋まっていた。しかし彼はそれを剃らなかった。毎朝一度、ハサミで二分ぐらいに刈るのであった。どうして髪剃りを使わねえんだ初めの頃、中地がそう言った。なぜそんなに部長ったらしくしておくんだはったりを聞かせるつもりか六助はニヤニヤ笑って、それからゆっくりと答えた。 これには訳があるんだ。これをきれいに剃るわけにはいかねえんだ。よっぽどのことがねえ限り、こいつはこのくらいにしておかなくちゃならねえんだ。そして胸毛を撫でた。胸毛は熊のように濃かった。また、すねの毛と来ると信じられないほどであった。 夏になると、そのみっしり生えたすね毛の中で、いつも二三匹の蚊が悲鳴を上げていた。形たちは、血を水に潜り込むが、すね毛のやぶがあんまり密なので、それに引っかかって脱出することができなくなるのであった。六助は機嫌のいい時には、毛をかき分けて彼らを逃がしてやるのを楽しみにした。中地は、肥えてもいず、 痩せてもいなかった。色が浅黒く、稲瀬な,な顔立ちで、歳は六助と同じであるが、二つばかり若く見えた。受け口の唇の片方を少し歪め、煙ったいような目をする癖があった。そうすると、苦み走ったいい男ぶりに見えた。ウォーキンの大梅は彼に熱をあげているが、中地のそんな表情を見ると、 胃のところを鳥の羽で撫でられるような気持ちになる、というぐらいであった。彼は綺麗好きで、毎日きちんと髪剃りを当てるし、三日に一度は髪結い床へ行くし、赤じみたものなど、決して身につけるようなことはなかった。六助は動作がゆっくりしていた。話しぶりものんびりしていた。怒っている時でも、 動作や言葉遣いに変わりはなかった。よほど怒った時でも膨れるだけで大きな声を出すようなことはなかった。中地はせっかちでもなく悪く落ち着いてもいなかった。少し勘が強くて無口で怒りっぽいところがあった。怒ると無気になって怒鳴った。暴力を振るうのが嫌いなので。 一層激しく怒鳴るようであった。二人は余兵棚の檻の方から数えて七軒目と八軒目に住んでいた。二人で七軒目にいる時もあるし、八軒目にいる時もあった。また、七軒目と八軒目とに別れて住んでいることもあった。別れている時は喧嘩をしているので、そうなるとお互いに口もきかず、 稼ぎにも出ずに遊んでいた。しかしそれは長くは続かなかった。二人とも他に友達はないし、俺という道楽もなかった。将棋と釣りが好きであったが、それは二人一緒でなければ面白くなかった。大抵五日か七日、長くとも十日くらいで仲直りをした。仲直りをすると、どちらかがどちらかと一緒になった。 六助が中地の方へ移ることもあるし、その反対のこともあった。そのためには、どっちか一件はいつも開けておかなければならなかった。家主の余兵は、はじめのうちはこの関係を知らなかったので、ある時その一件を貸そうとしたことがあった。すると二人がやってきて怒った。お前さんは家主のくせに、 そんな怠けを裂くような真似をしていいのか予兵には意味がわからなかった。歓迎でみろ、と彼らは言った。今は一緒にいるけれど、また喧嘩をすれば別れなければならない。その時隣が空いていないとすれば、一人はどこかよそへ行く感情だから、つまり怠けを裂くわけだろうじゃないか。 余兵は初めて了解した。けれども、家主の立場としては、たとえ長屋の一軒にもしろ、ただで開けてはおけなかった。そこで両者は相談をし、空いている時でも二軒分の棚賃を払うということで落着した。二人は小ざっぱりと暮らしていた。食事はほとんど動きんのことが多いが、三度とも外で済ませ。 家では煮炊きをしなかった。勝手には水がめもないし、もちろん鍋釜も、その他の食器もなかった。古道具屋で買ったタンスが一竿と、ちょっとした将棋盤と、それから掃除用の品があるだけだった。二人とも潔癖で掃除だけは欠かさなかった。水は使わないので、 乾いた雑巾で艶吹きをするのであるが、上がりが町から敷居、柱、勝手の揚げ板など、吹き込まれていい艶が出ていた。彼らは京橋の北爪で辻待ちをした。雨の日でもそこへ行けば、カゴが空いている限り、二人はそこで客を待っていた。カゴはゴロベ町のカゴ省で借りた。 二人は元、加ご賞に雇われていたが、金持ちや成り上がり者は客に取らなかった。威張っている人間や、キザなやつも客にしなかった。つまり、客選びがひどいので、その点二人は気があったので、店としては具合が悪く、親方に受け人になってもらって、辻籠を始めたのであった。二人は商売にも欠癖であった。 どこまでいくら、と打賃を決めると、それ以上は客から一銭ももらわなかった。心付けを出す客があると怒った。俺たちは、仇の稼ぎ人だ。道中の雲助とは違うんだ。見下げた真似をするな。そしてやはり、金持ちや成り上がり者は乗せなかった。彼らはその言葉通り、仇であった。 博打もしないし、酒でぐれることもなかった。ごくときたま、有利を除くらしいが、その度に、自分たちは女性にはモテない、という信念を確かめるばかりであった。有利の女性たちの中には、相当に彼らに実意を示す者がいた。しばしば相当以上の者のがいたが、二人の信念は少しも変わらないのであった。 女に好かれるわけがねえや。中地も六助もそう信じていた。従って、ウオキンのオウメがいくら中地に熱をあげても、中地の方では感じないのであった。オウメが自分に熱をあげているなどとは、爪の先ほども気がつかないようであった。どうしたのよ一体。 いつまで遊んでるつもりなのお梅が言った。もう半月にもなるじゃないの。いい加減に仲直りをしたらいいでしょそうしたいんだ。と、六助が言った。俺はもう飽き飽きしちまった。何もすることがないんで。退屈で退屈でしょうがないんだ。だからさっさと仲直りをすればいいじゃないの。それがさ。 六助は頭を振った。俺はそうしたいんだが、あいつの顔を見ると舌が動かなくなっちまう。また、あいつも退屈しきって身を持て余してるくせに、俺の顔を見るとむっとそっぽを向いちまうんだ。両方で意地になってるんだわ、バカバカしい。大梅は六助に釈をした。一体喧嘩のもとは何なのよ。 今度は何が元で喧嘩になったの夜であった。外は雨が降っていた。午前から降り出した雨が、そのまましぐれのように陰気に降り続いていた。ウォーキンの店も静かで、六助の他にもう一人しか客はなかった。四重ばかりになるその客は、小座敷で飲んでいた。お世のに釈をさせて、 お世のをからかいながら、もうすっかり酔っていた。お世辞を言うわけじゃないわね。その客の言うのが聞こえた。お世辞じゃないが、お前さんは男に好かれるよ。ええ。すくすかれるは顔形じゃないからね。これは気分のものだからね。本当ですよ。私はお世辞は言いません。お世のちゃんのような人は、つまらない話さ。 六助は、まずそうに酒をすすった。具にもつかない。人様には聞かせられないような、馬鹿げたことさ。そうでないことはないじゃないの。それにしてもさ、と六助が言った。子供じゃあるまいし、いい若い者が、来獣はひっかくそうだ、なんて、あんまり馬鹿げてるじゃないか。あら、どうして 大梅は言った。雷獣って雷様の落ちるとき一緒に落ちてくるあれでしょあれなら六さん、ひっかくわよ。ひっかけはしないんだ。だってみんなそう言うわよ。私だっていつかお冷様の山へ雷が落ちたとき見に行ったら、大きなご神木が裂けてガリガリひっかいた跡が一面についてるのを見たわよ。ひっかけはしないんだ。 助は辛抱強く言った雷と一緒に落ちて気もしないんだもともと雷獣なんてものはいやしないんだよどうしていないのどうしてっていないからいないのさ雷獣だなんて作り話に決まってるじゃないかあらやだそれじゃあお姫様のご神木のあれは誰が引っかいたの 誰がって。六助はお梅を見て、ぐっと渋いような顔をした。どうしてそう、引っかくことにこだわるんだ。誰が、何のためにご神木なんぞ。まあ、お聞きよ。本当はこうなんだ。それは聞かないでもらいたいね。と、小座敷の客がお世のに行った。店の名がわかるとすぐ旦那なんて言われるからね。 私は、旦那扱いをされるのが何より嫌いなんですよ。ええ。お世辞じゃないがお世のちゃんなんぞと、こうやって気楽に飲みたいからこそ、このうちへも来るんでね。ええ、お世辞じゃないけどさ。磯と呼んでもらいましょう。五十と書いて磯と読むあの磯。店の名はね。それは一つ聞かないようにね。ええ おそめが酒の勘をして、六助のところへ持ってきた。お梅はそれを受け取って、六助に釈をしながら言った。そうかしら。私はそう思えないけれど。でもそれ、誰が言ったの俺の親父が言ったんだ。俺の親父は何でもよく知ってたんだ。六助は目をすぼめて、真面目な口ぶりで言った。 商売は石区だったが、石区としても土地では腕っこきと言われたものなんだが、随分いろんな本を読んで、親父は字も上手かった。神主の丹波様も兜を脱ぐくらい、親父は物知りで頭が良かった。どうかして死ぬまでに本を一冊書きて、と言った。どうしても書くんだと言ってた。そのことでいつも頭がいっぱいだったらしい。 絶えず感触を起こしたり、酔っ払ったりしていたもんだ。35の年に胃が破けて死んじまったが。じゃあ、本は書かなかったのね。書かなかったよ。一体どんな本を書くつもりだったのそれがさ。六助は両手で杯きを包んだ。何を書くつもりだったか、誰にもわからなかったが。 親父は酔っ払うといつもこう言ってた。書きたいことは、ここ。自分の死体を指で叩くんだ。ここに詰まっている。いっぱい詰まっているんだ。紙と筆と暇さえあれば書けるんだ。何を書くのかって <laughs> お前たちの知ったことじゃねえさ。こう言ってた。時によると、管理士の丹波様も、 何かしら古いことを聞きに来るくらいだったが、親父の言うことにはいつも関心してた。ただ一つだけ、神や仏などというものもない、ということだけは承知しなかったがね。あら、神仏もないって言うのそうなんだ。雷獣なんてものもないし、竜とか鬼とか魔なんてものもない。 狐や狸が化けるってこともないし、幽霊だの怨霊などというものもない。神や仏などもありゃしない。みんな人間のバカな頭で考え出したもんだ。みんな作り話だってな。じゃああんたのおとすさんって人、随分つまらなかったでしょうね。大梅は同情の吐息をついた。わかるわ。 私、どうしてあんたのお父さんがいつも感触を起こしたり、酔ってばかりいたかってことが。俺の親父が、つまらなかったろうってそうよ。そんなに何もないってことが分かったら、世の中なんてつまらないじゃないの。青梅は釈交しながら言った。それもいいけれど、そんなことであんたと中さんが喧嘩するなんて。 もっとバカバカしいわ。だい体、ロクさんが大人げなくってよ。あんな女の腐ったみたいな、にやけた人を相手に何さ。今夜は嫌にズケズケ言うな。そんな風に言っていいのか。だってそうなんだもの。お梅はじれったそうに言った。いつもむっつり、煮えたも焼けたもわからないような顔で、まるで女の腐ったみたいよ。 銀流しだわ、あの人。すまないが、感情してくれ。あら、また怒ったの帰るから、感情してくれって言うんだ。怒るんなら怒んなさいよ。大梅は立ちながら言った。半月も喧嘩をしてるくせに、ちょっと何か言うとすぐ俺の友達だって。そんなに友達思いなら、喧嘩なんかしなければいいじゃないの。 いくらでも言ってあげるわ。中さんなんか、女の腐ったみたいで、嫌味でにやけた銀流しよ。あんな人大っ嫌いだわ。そして、帳場の方へ去った。ほんとですよ。お世辞なんか言わないよ。小座敷で男が言っていた。あたじゃ、親のちゃんに首ったけだよ。 お世辞抜きで本当にお前さんと一苦労してみたいね。ええ、本当ですよ。六助は恐ろしく苦い顔をして、残りの酒をぐっとあおり、手の甲で口の周りを拭いた。すると伸びている濃い髭が、じゃりじゃりと音を立てた。大梅がこっちへやってきた。ひてえこと言う娘だ。 六助は外へ出ると少しよろめいた。ひでえ娘だ。傘を広げながら彼は口の中でつぶやいた。だんだん口が悪くなる。前にはあんなんじゃなかった。前には去年だってもっとおとなしかった。おととしはもっと素直だった。どうすればあんなんなるんだろう。 中地のことを好いていると思ったのに、わけが知れねえ。どういう気持ちなのか。と、六助は首を振った。どんな心持ちなのか、銀流し。あくる日の夕方であった。長屋の七軒目の家で、六助は一人で酒を飲んでいた。 もちろん、食器も何もない。みんなウ金キンから届けてきたものであった。二人が稼ぎを休んでいて、食事時に店へ行かなければ、ウ金キンの方から届けてくるのが決まりになっていた。今日は届けに来た遅めに酒の追加を命じ、彼はもう五合ばかりも、冷やのままで飲んでいた。けれども、 そのために昨夜のことにこだわっているわけではなかった。酔っているために一人で大梅に絡んでいるのではなかった。ただ自然と口に出るのであった。他にはこれといって絡むものがない。生活は常に単純に割り切っていた。後でむしゃくしゃしたり、いつまでも頭に引っかかるようなことは決して残さない習慣であった。 中地のことを思うのがやりきれないとすれば、大梅の毒舌に絡むより仕方がないのであった。いるか外で声がした。そして障子に人の影が映った。この長屋の家には入り口がない。土間のついた入り口というものがなかった。六畳一間の路地に面して障子があって、 出入りはそこからするのである。その右にある腰高障子は勝手口だが、どっちから出入りするにしても、履物は戸外へ置くことになるし、雨の日や寝る時には、買ってあげるのであった。いるか外でもう一度呼ぶ声がした。今度は少し高かったので、六助は、おいと答えた。 答えて、障子に映っている影を見て、彼は顔を崩しながら大きな声で言った。開けて入ってくれ。いっぱいやってるところなんだ。障子が開いて、中地が顔を見せた。やってるのかこの通りさ。と、六助は、ウキウキと言った。ま、こっちへ来て、付き合ってくれ。腹が立ってしょうがね。え。 中地は上がって、障子を閉めて、六助の脇へ来て座った。やっぱり酔っているらしい。顔色が青ざめ、目がとろんとしていた。その目で彼は六助を見た。六助の方でも、飢えたようにそれを見返した。そして、それで仲直りのできた証拠のように、二人は同時に目と唇で笑った。 ま、これで一つやってくれ。俺は腹を立ててるんだ。中地は杯を受け取りながら言った。尺に触ってしょうがねえんだ。何をそんなに怒ってるんだ。お梅のやつよ。あのウォキンの娘のやつよ。聞いたか、あれよ六助が言った。そいつをぐっとやってくれ。まあ、もう一つ。おめえ、 聞いたのかあれを。だから腹が立つのよいつもは猫をかぶってやがって。一皮むけば、ゲジゲジエンマときやがる。ゲジゲジエンマだっていつも武将卑怯を伸ばしてるし。胸から何から煙じゃらで、おまけに二人の喧嘩でおっかねえ顔しているから。ちょっと待ってくれ。六助は目をすぼめていった。 そいつは、まさか、よもや俺のことじゃねえだろうな。おめえのことや。中地は逆を持った手で自分の膝を叩いた。よその奴のことなら怒りゃしねえ。おめえのことを言ったから怒ったんだ。おめえのことはそんなふうに言ったから。俺のことをだな。おめえがゲジゲジえんまってよ。六助は膨れた。 自分でも膨れたのが分かった。中地は友の顔を見てうなずいた。友の顔が膨れたのは怒ったので、怒るのが最もだといううなずきようであった。ふざけた娘だ。六助は言った。こうなると言ってやらなくちゃならね。おめえには俺のことを悪く言い、その口で 俺にはおめえの悪体をつく。よし、一つこれから言って、とっちめてくれよ。俺の悪体をついたって癖になる。六助は、ひょろひょろと立った。出かけて行って、一つ、ぎゅっっていうこと。俺のことをなんて言ったんだ。どうせ出任せよ。六助は口を反らせ。 腕を貸して中地を立たせた。女なんてもな。おめえ、後先の歓迎なしに物を言うもんだ。けれども、今度ばかしは勘弁がならねえ。そうだ。<laughs> こいつばかりは勘弁ならねえ。二人は連れ立って外へ出た。歩きぶりでひどく酔っていることがわかる。 外は錆びた紫色に黄昏れていた。勝手口からの煮滝の匂いや物音や、子供たちの騒いでいる路地を抜け、八丁堀の貸し縁へ出ると、そこだけ明るい水面から冷えたい夕風が吹き上げてきた。ウオキンはつい向こう岸に見えるが、そこへ行くには長方形の他の三辺を回らなければならなかった。 二人はもつれるような歩きぶりで、新福寺橋を渡り、そこを右へ白魚橋を渡り、またすぐに壇上橋を渡った。そして黒ずんでゆく黄昏の中で、早くも掛けあんどんの火が大々色に潤み出したウオーキンの店へと入っていった。店の中は夕食の客で混雑していた。 二人でかけられる場所はなさそうであった。そこで彼らは客と客との間を抜けて行き、小座敷へと上がった。二人が入ってきた時から、お染めとお世のは目を見張ったり、何か囁いたりした。お梅は見向きもしなかった。ねぎまにサバの塩焼きでご飯ですね。はい。 などと、他の客にかかりきりであった。何にしますかお世のが注文を聞きに来た。笑いたいのを我慢している顔つきであった。注文を聞いて去るときには、急いで前かけで口を押さえた。二人はむっとして、さらに肩をいからかした。二人は黙って飲んだ。 もう酒はまずいし、飲みたくもなかったが、飲むより他にしょうがないのであった。客は絶えず出入りしていた。そのうちに一人、四十五六になるアキンド風の男が入ってきた。その男はこっちの小座敷へ来ようとしたが、大梅に何か言われ、しぶしぶ反対の方へ腰掛けた。あいつは言って何だ 中路が言った。この頃ちょくちょくここへ来るが、キザのことばかり言う妙な野郎だぜ。磯って名前だそうだ。六助が言った。昨夜は四十くらいに見えたが、今夜は五つ六つ老けて見える。自分では大棚の旦那らしいことを言っていたっけ中路は、ふんと言った。 六助は目をすぼめ、逆月を口まで持っていったが、眉をしかめて下へ置いた。まもなくお梅が酒を運んできた。お梅は二人に気づかれないようにそっと来て、かんどっくりと小皿の乗った盆をそこへ置き、いたずらっぽい目で二人を眺めながら、にこりと笑っていった。いらっしゃい。よかったわね。 二人はぎっくりとした。そして、お梅を見て、お梅の笑い顔を見て、二人とも、いっぺんに照れたような表情になり、ほとんど同時に、ひょいと頭を下げた。<laughs> どうも。と、六助が言った。いろいろどうも。と、中地が言った。幾同音だったので、お梅がぷっと吹き出した。二人とも笑い出した。 いろいろ心配させちまって。六助が元気な声で素直に言った。どうもすまねえ。中地も。すまねえ。と言い、二人でもう一度頭を下げた。彼らは大梅の笑い顔を見た途端に了解したのであった。どうすれば二人を仲直りさせられるか、大梅は知っていたのである。そして、 二人はお梅の思うつぼにはまったのであった。なるほど。そうばかりでもないもんだ。六助は首を振りながら呟いた。女だと言っても、後先なしにデタラメを言うともう決まらないもんだ。二人は陽気になった。鼻についた酒がまたうまくなり。 飲めるようになった。半月の間のお互いに溜まっていた話題を楽しみながら、二人はさらに飲み続けた。もちろん、酔いに酔った。平勢は節度を守り、きちんと暮らすのを好んでいたが、その夜は羽目を外してもいいのであった。私は気に入りましたよ。ええ。 お梅ちゃんから聞いてましてね。友達というものはそうなくちゃならない。お世辞じゃないがいいもんですな。実にいいもんですよ。ええ。六助は目をすぼめた。いつの間に、どうしてそんなことになったのか。例の、磯というアキンド風の客が二人の席へ来て座っていた。どうしたんだ、こりゃ。 六助は中路を見て行った。この人は、いつここへ来たんだ箱根まで行くんだ。中路がもつれる下で返した。資か子で箱根までよ。俺とおめでとで、打賃は五両だ。箱根がどうしたってまあまあ、一つぐっとやってください。 磯という男が言った。話はもう決まったんだから。お前さんたちの中の良さに惚れちまってね。ちょうど湯さん旅に出たいと思ってたもんだから、どうせなんならお前さんたちの顔で行きたいと思ってさ。いいえ、お世辞じゃない。本当ですよ。ま、ひとつぶった。わけがわからねえ。 六助は首を振った。投資家語で五両箱根までえ実のところ六助は訳がわからなくなった。暗闇や八件の火や人の顔がちらちらし、器物の音や誰かの話したり笑ったりする声などが遠くなり、 近くなったりして聞こえた。そして、やがてそれが混沌と重なり合って、子守歌のように彼をあやし、彼の意識をくらましてしまった。あくる日、六助は猛烈な二日酔いのために、一日中苦しみ通した。べら棒に喉が渇き、頭が割れるように痛み、 ちょっとでも起きようとすると、天地が逆転するようなめまいに襲われた。中地は早くから起きたらしい。六助の世話をしたり、どこかへ出かけたり、帰ってきたと思うとまた出て行ったりした。この間に中地は六助に向かっていろいろなことを言った。六助にはよくわからなかった。 苦しさのために、それどころではなかったが、その中で、箱根とか、五両とか、投資かごとかいう言葉だけは聞き取ることができた。二日酔いは、明かりがつくと治るという。本当かどうか、六助の二日酔いも、日が暮れると治った。そこで初めて、箱根行きのことを、はっきり聞いた。 案外だが人のいい旦那らしい。と、中路は言った。ちょうど当時にでも行きたいと思ってたところだから、二人の仲直り祝いに稼がせてやろう。よかったら二三日湯に浸かってくるがいいという話なんだ。うますぎる。六助が浮かない顔で言った。赤だらけの足で、霧の小曲げたをもらうような心持ちだ。 だって初めにおめえが承知したんだぜ。冗談言っちゃいけねえ。おめえが承知したんだ。中地は言った。お互いに20日近くも遊んですっからかんだ。五両なら悪くはねえ。初めての長丁場だが、肩代わりなしに二人でやろうってよ。中地はもう手配を済ませていた。加護省へ行って切手を作ってもらい、小遣いも借りてきていた。 打賃を先にくれとも言えないので、途中の入り用に二部借りたのであった。ほら、酔ってて何にも知らねえ。そう言われても、まるっきり覚えがねえ。じゃあどうするんだ中地は声を尖らせた。明日の朝5時に壇上橋の田元で落ち合うことになっている。旅切っても取り、親方から小遣いも借りてあるんだ。 けれども、おめえが嫌だと言うんならご破産にしてもいいぜ。怒るのは勘弁してくれ。嫌だと言うんじゃねえんだ。おめえが承知なら、それでいいんだ。ただ、話の上手すぎるのが気になっただけなんだから。俺は無理に行こうとは思わねえんだよ。わかったよ。六助は並行していった。謝るから、機嫌を直してくれ。 そして、明日は、一つ気持ちよく出かけるとしよう。中地は、うん。と言ったが、機嫌は治らないようであった。六助の渋るのを見て、彼もまた嫌気がさしてきた。本来なら断る仕事であった。磯という客も、実を言えば気に食わないし、五両という達人も、 莫大すぎた。喧嘩のために半月以上も遊び、すっからかんになっていたのと、たまにはそのくらいの金を持ってみたいという気持ちからつい引き受けたのが、今になってみると逆に不愉快でいまいましくなった。六号から向こうは初めてだな。六助が励ますように言った。 金をもらって遊山旅をするようなもんだ。商売妙利ってものだぜ。中地は、うん。と言うだけであった。翌朝の5時、二人は壇上橋で、磯という客と落ち合い、箱根へ向かって出発した。気分は重かったし、大盛りで早めの昼食をするとき、 二人は客がかなりな金を持っているらしいことについて囁き合った。肩に当たる感じでわかるという。金五十両から上は間違いなくわかる。中には十両でも肩へコツンとくるというものもあるが、その時の感じではかなり長くらしかった。このくらいか 六助は指を二本見せて目で聞いた。中地は感慨深そうに首を振り、そっと指を三本出して見せた。そして二人はお互いに不吉な予感に襲われた。その日は神奈川泊まりにした。第一日だからということだったが、宿へ着くとすぐ、客は二人に金を預けた。 お世辞じゃないが、お前さんたちを狙う泥棒もいまいからね。磯という客は言った。草津へ行った時には自分が持っていてさ。二百両ばかりだったが、そっくりやられましたよね。だから今度は箱根まで頼みたいと思いましてね。そして、胴巻きを預けられた。預かるについて、念のために数えてみたところ、大判で、 400両。小判で50両あった。もちろん、風まで切りはしないが、六助と中路は我知らず目を見合わせた。その多額な金は二人から不吉な床を覗いてくれたばかりでなく、浮かない気分からも解放してくれた。草津の時は200両も盗まれたという。また、 これだけの金を無造作に預ける。こんなことが大棚の旦那でなくて誰にできるだろうか。悪人やいかがわしい人間にそんな応用なことができるだろうか。人は見かけによらねえものだ。六助が後で言った。見かけだけで人を判断するのは良くないもんだ。 中地は頷いて満足そうに吐息をついた。旅は心よいものになった。客はウォキンにいる時とは別人のように無口で無駄なことをほとんど言わなかった。二人にとってはそれは何よりもありがたかった。二人は初めて見る野山の景色を眺め、柳や 人の変わった風俗に興じ、正しく六助の言うように商売冥利を楽しむことができた。まだ昼のうちは残暑も感じられるが、江戸市中とは比較にならなかったし、渡ってくる風は全く秋であった。二日目は藤沢の西の南郷という愛の宿で泊まった。 大山へ登る道だったな、藤沢は。宿で泊まった夜、二人はそんな話をした。そうよ。六助が言った。あそこには有名な車があるんだ。大山参りをする手合は、そこで遊ぶのを楽しみにするものらしい。それはお参りの後のことだ。と、中路が言った。同僚様は後人だから、 遊んだ人間なんぞ登ると大変なことになるんだ。どっちでもいいけれども、同僚様ってのは、おめえ、小田原だ。大山は確か、炙り神社ってんだぜ。そうか。え中地はツンとした。大山は炙り神社ってのか炙り神社。え炙り出しで盛るのかい六助は黙った。 来住の件もそうだが、中地は物を知らないくせに、間違いを訂正されたり、教えられたりするとすぐに起こる。六助の方は悪気はないのだが、中地としては自尊心を傷つけられるらしい。二人の喧嘩の9割まではそういう問答から始まるのであった。六助はそれで話を打ち切りにし、 寝返りを打って眠った。三日目には馬乳川を越して、平塚、大磯から小田原までと思っていたが、花水橋というところで嫌なことが起こった。大官所の下役人が道に出ていて、客が尋問されたのである。どこの何者であるか商売は何か どこに何をで行くかそんなことを、妙に鉛のある言葉で、くどく聞き、六助と中地も切手を調べられた。尋問の仕方がひどくくどいので、二人は中っ腹になったが、いそという客はさすが金きらしく、ヘイヘイとどこまでも、温順丁寧に答えていた。そんなことで時間を潰し、 その日はまだ早かったが、大磯で泊まった。明くる朝、五時に宿を立って、しぎたつ沢というところへ差し掛かった時のことである。そこは海の方にこんもりと松林があり、西行堂というお堂が立っている。心なき、身にも哀れは知られけり、と、 その昔、採業法師が歌を読んだところだというが、ちょうどそこのところで、後ろからカゴが2丁。こっちを追い越して止まると、中から男が二人現れて、そのカゴ、おろせと、わめきながらこっちへ来た。わめいたのは役人らしい。袴を履き、足腰しらえをして刀を刺していた。 三十二三だろうか。町同心といった風で、目つきは鋭いが、苦み走った顔つきの、なかなかの高男子だった。もう一人は、商家の番頭と見える、四十五六になる、超えた男で、逆上したような、真っ赤な目をしていた。中の者、出ろ。同心邸の男が、こっちの籠の脇へ来て、言った。 これへ出ろ。一体何ですかい中地が勘に触ったように言った。この客は足どもの知り合いで、江戸から箱根へおいでになる途中。貴様は黙れ。中の者に用があるのだ。と、同心艇の男は怒鳴り返し、懐から渋さの実手を出した。もはや逃れぬぞ。紬や陶吉、手間をかけずに出て参れ。 磯という客が出ようとするので、六助がセッタを揃えてやった。すると役人の後ろにいた男が、出てくる客を見るなり、あっと言って指を指した。こいつですこの男です <laughs> もう間違いはございませんこの男でございます何が私でございますか客は不審そうに反問した。私は、 江戸日本橋牧町で、京五府の店を営んでいる、山城屋磯平というものでございますが。こういうしらじらしいことをいや、よろしい。役人は男を制した。こやつが紬や東吉だということは、自分がよく承知している。ひとまず晩署へ引いて参ろう。東吉<ん>ご用であるぞ役人は、 実っを自分の額にかざしてみせた。つまり、法が発動されるという意味で、当魂の令状提示より尊厳な作法であった。磯という客は温順に頭を下げた。よろしゅうございます。どこへでも参りましょう。落ち着いた声で言った。何かのお間違いと思いますが、調べていただけばわかることで。 神妙である。歩け。役人は、実ってで、道の向こうを指した。ちょっと、待っておくなさい。六助が、老狽していった。足どもは、その人を、江戸から投資で乗せたんですが、ええ、箱根まで、投資かごで、打ちが、五両という。諦めるんだな。役人は、 歩き出しながら言った。こいつは紬や藤吉と言ってあんまり利口でもないくせに口だけはズバ抜けてうまいペテン師だペテン師六助は目を向いたまさかそのしかしその本当ですかこれにいるのは小伝馬町の米村と申す太物問屋の手代 こいつに大きく引っ掛けられた被害者の一人だ。役人は歩きながら、のこっちを見た。貴様たちも食わされた組らしいな。打賃は御領と言ったのか。しかし、それにはちょいと訳がありますんで、え、足どもの仲直りの衆議という、江戸の人足にも似合わない。役人は皮肉に微笑した。 どんなわけがあるにしろ、箱根まで御領とは、法外な打ちんだ。それを真に受けるとは、貴様たちの方がどうかしているぞ。六助は、気破粉と言いたかった。役人の言葉はそう言わせるような調子だったし、六助としては、まさにそう言いたいような気持ちだった。そうするとどうなるんですかい 中路が腹を立てたように言った。あっしまだ一文ももらっちゃいねここまで手弁当できて、江戸へ帰る小遣いにも困ってるんですがね。諦めるんだな。役人は笑った。欲に引っかかった罰だ。これからは気をつけるがいい。六助と中路は呆然と立ち止まった。役人と、 米村の手代という男とは、磯を連れて、後から二丁の籠も一緒に大磯の方へ去って行った。そっちに大官所でもあるらしい。こちらの二人は道の上に籠を置いたまま、長いこと気の抜けたように立っていた。しょうがねえ。やがて六助が言った。帰るとしようか。 中地は頷いて、先棒のところへ行ったが、そこで六助の方へ振り返った。六助もそっちを見ていたが、途端に二人一緒に行った。おめえは俺を悪く思ってるんだろう。幾同音であった。お梅がいたら笑うところだろうが、お互い同士では腐るばかりである。二人とも顔をしかめて、 武将を追ったらしく、カゴを担ぎ上げた。無論、空カゴであるが、担ぎ上げた途端に、ズンッと、肩に重みのかかるのを感じられた。おい、変じゃねえか。中地が言った。六助も、変だな、と思ったところで。うと言った。が、途端に、夫ばかりに、高い声を上げた。 金だ今日で、あの客の金だぜ中地も、あっと叫び、慌てて籠の中を調べた。すると、敷物の下から、例の450両、ずっしりと重く膨れた銅巻きが出てきた。二人は、ぎょっとして、目を見合った。おかけよ。六助が言った。しかし、 と、中地が言った。まさか、ベテンのかかり合いになりゃ指名だ。なってもいいんかな急げえ二人は、カゴを担いで走り出した。賞金で450両。そのまま、つらかることもできた。江戸からこの大磯まで、手弁当。帰りの銭にも困っているのに、このまま逃げたら、という考えさえ浮かばない。 むしろ返すことにのぼせあがって、それこそ一斉に追っていったのである。それから約半時のち、二人はからかごを担いで、平塚の宿の方へと歩いていた。二人とも崩れるようなニコニコ顔で、気も浮き上がるという様子だった。わざわい転じて服となるってのは、このことだな。 六助が言った。あの、米村の手代って人は、よっぽど嬉しかったらしい。金がそっくり返ったんじゃねえか。中地はわざと冷淡そうに言った。諦めていた金がそっくり返ったんだ。このぐらいのことは多忙だ。だって、おめえ、重量だぜ。箱根まで行って五両。それが、倍になったんだ。 盗めば首の飛ぶ高だぜ。驚くには当たらねえ。中地が言った。五両が十両になるのもあた棒だ。事の起こったのがおめえ、大磯じゃねえか。大磯なら、どうした当たぼうだ大磯は蘇我兄弟に縁のある土地だろとすればおめえ、五両十両だ。この野郎と、六助がわめいた。 さあ見あ見ろと中地が笑った。街道には馬の鈴が平穏に聞こえていた。